ね、まあちゃんとはね、僕がまだ17ぐらいで、まあちゃんも17、18だったと思うんだけど、チェックメイツってバンドやってて、俺はまだまあちゃんカップスで、あの頃ベース弾いてて、グループサンズって言われてた頃かな。その頃大阪にナンバー一番っていうお店があって、そこに俺らも出るんで、なんか中の表紙に見に行ったらカップスが出てて、で楽屋遊び行って、それが最初なんでね、会ったのが。でまあそのうちとか行って20年ぐらい経ってたんだけど10年後ぐらいだよね、だから一緒にやり始めたのがね。なんかまあまあちゃんとこそうやって会った時はなんか始まるかな、この人とうとは感じはあったけどね。グニーさんとは本物なのかもかな、それは違うけど、ジョニーはだから新規はバンドやろうっつって一緒にこうオーディションみたいな感じでやったのよ。その時にジョニーと会って、また今度いつか一緒にやりたいなと思って、まあこのうち一緒にやるだろうと思って。まーちゃん出会ったのは、直接出会ったのはスモーキーネルシーで、初めてデビュー曲出た時にゴールデンカップも出てて、それで向こうから声かけてて、うまいじゃん、人間みたいじゃん、なんかデパートの非常階段に連れてかれて、あ、俺ぶっ飛ばされるのかなとか思ったら、やっぱぶっ飛ばされちゃって思いっきりぶっ飛ばされちゃって、記憶に早くなっちゃって。新宿のトルコで、チャーハンだったら、チャーハンだからスモーキーメイクでやってる時に、お父さんとか言ってるだけで、向こうもたまに遊びちゃって、幼い時からトルコかっこいいなぁ、いつか一緒にやりたいなぁと思ったし、ジョニーはジョニーで、まあ、高校生の時から、ちょっと、英語と言うのに、歌の歌いドラマーっていうのドラムの叩きに行きたいとか思うんだけど、新宿ロミコさんぶっ飛ばされるのかなと思ったら、思いっきりやっぱここでぶっ飛ばされて、それでチャーちゃんがそれこそ11歳の頃だな、赤坂無限に俺が出てて、毎晩のごとく一緒になんか見に来ててね。で、あの頃まだあんまりお酒飲めなくて、なんか飲みに連れ歩いてて、ベロベロになってて、今で俺より強いけどね。
Thank you.